糸須波高層君大気をつけの姿勢。八字立ち、手を開いて前に合わせ構える。両手を重ねたまま頭上前方に上げる。両手は円を描くように下に下ろし、右手刀を左手に当てる。猫足立ちとなり手刀受けを行う。猫足立ちとなり手刀受けを行う。八字立ちとなり右脇構え。中段横払いを行う。八字立ちに戻り中段突き。中段横受けを行う。八字立ちとなり中段突き。横受けを行う。後方を払うと同時に中段蹴りを行う。猫足立ちとなり手刀受け。前へ出て手刀受け。さらに前へ出て手刀受け。元立ちとなり四本抜き手を行う。元立ちとなりすくい受け。中段蹴り。後屈立ちとなり下段払い。下段を打つ。元立ちとなり下段払い。すくい受け。中段蹴り。後屈立ちとなり下段払い。下段を打つ。元立ちとなり下段払い。平足立ちとなり右脇構え。上段横払いと前蹴りを同時に行う。前屈立ちとなり肘当てを行う。平足立ちにて左脇構え。上段横払い前蹴りを同時に行う。肘当てを行う。猫足立ちとなり手刀を受け。さらに手刀を受け。手刀を受け。さらに前に出て手刀を受け。元立ちとなりすくい受け。中段蹴り。交差立ち下段払い。続いて裏打ちを行う。元立ちになり中段横受けを行う。中段突き、さらに中段突きを行う。左手を開いて膝に当て、続いて肘に当てる。半回転して伏せ後方を見る。寄り足にて手刀受けを行う。さらに手刀受け。中段横受け。続いて中段突きを行う。中段横受け、二度突きを行う。後方へ払うと同時に前蹴りを行う。猫足立ちとなり手刀受けを行う。左手にて押さえ、元立ちとなり四本抜き手を行う。体を回す。四股立ちとなり横払い。寄り足にて裏打ち。さらに肘当てを行う。打ち落としを行う。四股立ちと同時に下段受け流し。さらに下段を打つ。上段交差受け。元立ちとなり両手を引きつけ二段蹴り。元立ちとなり裏打ちを行う。八字立ちとなり腰を落とし、すくい止めを行う。八字立ち、両拳は握り前に構える。